ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ大宮より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただく車がメルセデス AMG GLA35 2021年式3000キロこちらの車両になります。はい、やってまいりました GLA35。 はい、初めてです。はい、僕もちょっとまじまじ見たのは初めてです。ですよね。はい、そしてなんか随分 SUV っぽくなりましたね。そうですね、この前の方の GLA に関してはどちらかというと、A クラスにちょっと大きいタイヤ履かせたかなぐらいのイメージだったと思うんですけど、もうなんかボディもだいぶ迫力が出て、本当に SUV 的な車というか SUV ですけどねになりましたね。はい、確かに先代ちょっとオールロードみたいな。そうですね、はい、なんかちょっとハッチバックを少し車高を上げましたみたいな感じが少し残ってましたけど、はい、そうですね、これでなんかもうしっかり SUV になったっていう感じですよね。はい、でこれ寸法的にも随分変わってるんですよね。変わりました。なんか前高が10センチぐらい一気に高くなる、はい、上がりました、はい、で車高の方も、200ミリぐらい、はい、そのぐらいになってる。はい、だそんなに途中でスタイリングが変わる車あります？まあないですよね。あとはポジション的になんかすごく出世したなと思うんですよ。はい、そうですね。はい、もっと遡ればもう初代 A クラス、 A クラスですね。はい、もう GL とか使わない、はい、初代 A クラスって、はい、もうこんな感じじゃなかったじゃないですか。じゃないですね。もっとなんか車コンパクトだし、はい、でもうあの床高い床と、はい、あと当時こうエルクテストって言ってその急ハンドルのテストでひっくり返っちゃうなって言って大騒ぎになりましたけど、はいはい、あそこからするとかなりなんか装備もいろいろそうですね、はい、車も大きくなって、はい、なんかすごくこうちょっと前でいうところなんか C クラスの立ち位置みたい な感じになってますね。はい、そんな感じになってます、ね、なってますなんで非常にこの辺、はい、注目されてる方だったりとか、はい、多いんじゃないかなと思います。なんで今回ちょっと詳しくご紹介させていただきたいと思います。はい、でまず前回りに関しては、はい、やっぱり他のモデル共通のこのバンパー形状と、はいはい、なんかデザイン的にやっぱり似てますよね。そうですね、もうちょっと正直ちっちゃい GLC みたいな、うんうんうん、そんなイメージですよね。すごくわかります。はい、でヘッドライトなんかは当然 LED のマルチビームのものが付いてたりとか、はい、あとはやっぱり他の車両紹介の時もちょっとお話ししてるんですけど、衝突安全の関係なんですかね、はい、やっぱりこうボンネットまでこう続くバンパーというか、はい、もうこれがちょっとやっぱりそうですねちょっと変化を見てきてる人間からすると、はいはい、ちょっとって感じですね。はい、やっぱりこの辺は年々このいろんな衝突安全だったり、はい、安全装備だったりとかその空気抵抗だったりとか、はい、まあ、この辺は致し方ないのかなと。そうですね、でもそんな中でもすごくうまいことやってないですか？やってますね。まあ、ちょっと僕一つ引っかかるのがこのボンネットバッジの位置。そうなんですよね。ここにラインが入っちゃうからなんかこっちに行った風に見えちゃいますよね。そうなんですよね。これがちょっと気になるかなポイントですね。でも AMG の GT シリーズとかもみんなこの形のボンネットで、はい、そうですね、来てますからね。はい、まあ、だんだんこれが多分スタンダードになってるんじゃないかと。 そうですね、そして3号でもきちんと AMG ですから、はい、パナメリカーナのカレラパナメリカーナメヒコですよね。はいはい、300SL のちょっとモチーフにしたグリルということで、はいはい、こちらもしっかり装着されて、で以前4号の時も3号の時もいろいろちょっと僕びっくりしてるんですけど、はい、装備がめちゃくちゃいいんですよね。装備はいいですね。はい、安全装備のその差別が基本的にクラスによってないのもそうですけど、はい、快適装備に関してもものすごく充実してるしてます。この辺は詳しく中でちょっと見ていきたいと思います。はい、そして早速横に回っていきましょうか。横もやっぱりこう SUV らしいちょっと大きめのタイヤホイールって感じで、はい、そしてサイズの方が235-5019、はい、4本通しですよね。4本通しです。でやっぱりこれなんですね、このフランジャーが作ってる。そうなんですよね。これはもう共通的な感じになってますね。最近のトレンドのホイールが装着されていると、はい、そしてブレーキの方がかなり強化されているということで、フロント4ポット350倍のブレーキが、はい、350って決してとてつもなくでかい数字じゃないですけど、じゃないですね、コンパクトな車から言うと、はい、もう十分以上十分ですね、はい、のブレーキが今回装着されていると。そして足回りに関しては基本的に通常のスプリングのやつですよね。はい、スプリングになってます。ただ AMG なんで、はい、まあ、多少ローダウンされてて、はい、味付けもしっかり硬くなって、はい、そんな感じになってます。そして、フォーマチックということで基本 FF、はい、
FF です。で状況に応じて50対50まで持ってくるような。はい、そうです。はい、でも最近の車のこの4駆の切り替えってすごく頭いいですからね。そうですね、はい、もう頭良くなってますね。まあ、本当はこういう車だったら、はい、ちょっとそれが発揮できるところ一回乗ってみたくないですか。そうなんですよ、まあ、なかなかないんですけどね。ちょっとミューの低いところとか、はい、まあ、あとはもうシーズン過ぎちゃいましたけど、はい、冬場なんかちょっと雪のあるところなんかで乗ってみたりもちょっとしてみたいところなんです。はい、そうですね、はい、ちょっと今回できないんで、そうです、ちょっとオンロードの試乗でお届けしたいと思います。はい、であとは何といってもこのシルエットじゃないでしょうか。そうですね、あの B クラスと多分悩んでる方も多分いらっしゃると思いますね。いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、はい、あの B よりなんかちょっと無理がない。無理ないですね、はい、どうしてもあの3列シートで7人乗り、はい、ちょっとあの中のこうフォーメーションもフォーメーションってことですけど、はい、あの A ってなんかすごくこうパッケージとしてすごくよくできてるなっていう感じがします。はい、そしてまあサイズ的にもあの GLC になると結構大きいじゃないですか。結構大きいです。で特に幅も結構あるじゃないですか。ありますね。だからやっぱりこのぐらいがちょうどいいんだよねっていう方も多分少なくないと思います。はい、なんでこの辺はかなりいいポイントじゃないかなと。そして今回の車はこのパノラマの、はい、スライディングタイプのルーフもしっかりついてると。まあ、装備がいいのもいいですよね。そうですね、あの装備もこちらの車全部基本的にはオプションついている状況でございます。こんな感じになっております。そしてあとはやっぱりこのザラザラのパーツが似合う。はい、まあ、場合によってはまあ、カスタマイズで塗ってもいいと。そうですね、あの同色にしたりとかも全然可能ですね。はい、そしてリアも4本通しなんで、235-5019、はい、こちらを装着されて、リアは片押しですけれどもそれでもローター結構大きくって330倍のものが装着されていると。はい、こんな感じになっております。そしてもうどんどんいきましょうか。はい、そしてリア他 の、 あの GL シリーズにもつながる、はい、共通デザインのこの共通ですね。はい、そうですね、ちょっとあの流線形ではあるんですけど光るとちょっとこの四角が出てくるんですね。はい、出てきます、出てきます。はい、これ最近みんなこのデザインですね。このデザインになってますね。こんな感じで、そして下側は結構大胆に樹脂ですね。リアそうそう、結構幅取ってますよね。いやこの辺まで塗装のやつかなと思ったんですけど、はい、もうしっかりこの子まで全部。そしてディフューザー形状になってて、これ確かバルブもついてるんですよね。バルブも3号だから、はい、ついてますね、こっち側に。はい、なんでまあモード切り替えなんかで、はい、結構あのいろんなレビュー見ましたけど、はい、あの直四2リッターと思えないサウンドがする。そうですね、はい、いい音すると思います。この GLA に関してはまだ聞いたことないんで、はい、ちょっと聞いてみたいと思います。はい、さあ続いてちょっと中を見てみたいと思います。はい、内装の方があの僕正式名称これ知らなかったんですけど NGCC ニュージェネレーションコンパクトカーズっていう、はい、あのデザインコンセプトらしいですよ。僕も知りませんでした。A、B が一応それを元にデザインしてるらしいです。はい、あ、そうなんですね。はい、だ新しい世代の世代のっていうことですかね。はい、まあ、車コンパクトのデザイン。だからこれって結構難しくって、あの国産車とかだと結構こう、はい、車種違えばデザイン違うじゃないですか。違いますね。メルセデス全部一緒じゃないですか。基本一緒になってますよね。まあ、メルセデスに限らずドイツ、はい、そうですね。だこれが結構使いやすい、はい、取り替えてもスッと入ってくるっていうのもあるんですけど、はいはい、逆に言うとこれ本当にあの A、B みんな一緒ですね。一緒です。はい、まあ、もちろんフォーメーションは多少違いますけど。そうですね、はい、おおよそのデザインがほぼ一緒、もうほぼほぼ一緒なので、まあ、そういう乗り換えの方はちょっとあれってなっちゃうかもしれないですけどね。ただ使いやすさに関してはやっぱり安定感、安定感ありますね。はい、そしてあとはちょっとドアから見ていきましょうか。ドアもこの辺もやっぱりあの他の A、Bはいはい、シリーズとつながるちょっと共通のこのデザインですけどカーボンになってたりとか、あとベンチレーションは今回の車ないんですね。ないです、はいはい、まあ、シートヒーター、まあ、シートヒーターでも十分というか十分ですね。はい、この車格だったらまあかなり贅沢な方だと思うんですけど、はい、そして8ベイぐらいですかね、はい、6ベイぐらいか、はい、の調整とあとパワーウィンドウ、あとは、これがあれですね、人工レザーのアルティコ、はいはい、グレーのこの感じになってて、まあ、この辺もステッチが入ってる。はい、ここから下がプラスチックですかね、はい、なっております。そしてあとはもう一回室内に戻ってシートがいいのが入ってるじゃないですか。はい、パフォーマンスパッケージですね。はい、レカロ製のパフォーマンスパッケージシートが、はい、ただちょっとあの結構他のやつ硬かったんで、はい、車種によって多少違いはあると思うんですけど、はい、多分4号とかとはそんなに違いないと思うので、はい、まあ、ちょっと乗って確認してみたいと思います。はい、そしてステアリングの方もパフォーマンスのステアリングということで、はい、これはダイナミカ、はい、マイクロファイバーの、はい、ちょっと手触りのいいやつです ね。こちら装着されてございます。ちゃんとあのモード切り替えスイッチもこちらついてるタイプになりますので、はい、あのもう63となんか景色変わらないですよね。変わらないですね。はいはい、これもちょっと乗ってみたいと思います。じゃあ続いて乗ってみたいと思います。もうおなじみの AMG の光るスカーフプレートと AMG のマットと、はい、いい感じです。そして乗るとなんかあの在庫車両の63と比べたら、はい、
なんかこうシートもちょっと調整してあるんじゃないかと。そうですね、ここがちょっとサイドサポートの張り出しが、はい、他の63シリーズとかよりかは少し低いんじゃないか、はい、低いですね。確かに見るとちょっと低いですよね。低いです、低いです。ただ割とこうフラットなシートと比べるとかなり立ってるんで、はい、まあ、適度なホールドはありますね。あとは割とこう高いんで、はい、あの高すぎると乗り込み しづらいですね。にくくなっちゃうかなと、はいはい、なんで結構絶妙な。そしてクッションは割と固めっすね、はい、相変わらず固めっすね、はいはい、背中もちょっとこんなの押し出されてる感じなんで、まあ、僕みたいな猫背だとちょっとこうなってる感はちょっと感じます。はい、はい、そしてこれレカロ製なんですよね。レカロ製ですね、はい、なんで剛性も間違いないと、はい、レカロ強度がすごいんですよ。あ、強度すごいんですか。レカロってあのちゃんと事故した時に、はい、その受け止められるようになったりとか、はい、あ、じゃあもう本当に相当な力がかかっても崩れないというか、はい、あの別の動画でも喋ってるんですけど、ここの機構も、はい、あの考えられてて、はい、要はガッチガチだと、はい、追突された時に全部衝撃が来ちゃうじゃないですか。来ますね、はい、かといって、はい、ここがやわやわだと追突されたちゃうとゴニョアンってなっちゃうんですね。フルリグライニングしちゃう、はいはい、それがちゃんと絶妙なところにしちゃう、だから純正採用されてるっていうのはやっぱりそういうところだ。そうですね、そういうところですよね。でもちろんその車種に応じて、はいはい、調整というかチューニングされてるんで、はい、だからレカロも同じシートの形でも座面がフラットなやつと、はい、ここ立ってるやつと2種類あったりするんですよね、はい、あ、そうなんですね。だそれを多分絶妙なところで、多分なんですけど、これ背中も多分違うと思うんですよ。あ、背中もそうですね、はい、でもレカロのその座面が違うやつも、はい、見た目は座面が違うだけなんですよ、はい、けど背中のところを再調整して、はい、座面でホールドできない分を背中 で、 そうす受け止めるみたいな。あ、 そうなんですね、そういう設定されてるんですよね、はい、だから多分これもそういう細かい設定されてるんじゃないか。あと、もっとシート喋っていいですか。いいですよ、いいですよそしてここ、これです。これあれないか、あるか、ここ、はい、ここのライン、これってあの骨盤支えるのに必ずこのレカロってここにラインが入ってるんですよ、はいはい、でこれがないと、はい、あの骨盤が三角形で支えられない、はい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 、こことここと下。あ、そういうことですね。らしいですよ。で、なんかそのシートのデザインによってはレカロにこういうステッチもっと位置ずらして入れてくれとかっていう、はい、要望があるらしいんですけど、レカロの方でもうその座った感じが変わっちゃうからダメだって言って、さすがこだわりいいですね、そのこだわり。もちろんサイズとかによって多少前後することあると思うんですけど、基本的にはこの骨盤が三角形で、はい、まあ、座ってる時って立ってる時の 1.6 倍だっけな、あの負担がかからない腰に、だその辺の調整がした。はい、すいません、話がなくて。そしてステアリングが、はい、パフォーマンスのステアリング、握るところだけ、はい、アルカンターラに近いこのスウェット調の、はい、そしてこっちがレザー。これマジでステアリング本当に毎回言ってますけど、はい、63と一緒っすよね。一緒です、一緒です。はい、そしてこの辺もしっかりついてて、はい、でリストロニックもしっかりついてます。でパドルもいい感じです。はい、はい、こんなちっちゃいあの SUV なのに、はい、この剛性のあるパドルですよ。はい、はい、ちょっとどうかしますよね、本当に。そうですね、さすが AMG。 そしてメーターの方が 10.25 インチの液晶を2つガラスでつなげた、あ、かっこいい。ね、しかもちゃんと GLA になってる、はい、GLA になってますよ、はい、これが装着されてます。でこの中身に関しては他の車種と共通なんでちょっと割愛します。はい、結構便利ですよね。便利ですね、はい、はい、いろいろ見やすいし、はい、この辺も切り替えられるし、はい、モードで表示も変えられますし、はい、であとは本当にメーター差別がないないですね、はいはい、なんでアンビエントも64色のものがついてたり、トラックペースもついてたり、そしてナビゲーションなんかももう安定のっていう感じなんで、はい、使い勝手問題ないじゃないでしょうか。そしてメディア関係、あれテレビついてるんですか。これメディアのところからいけますね、はい、テレビ USB Bluetooth、はいはい、しっかりついております。はい、そしてあとはちょっと待ってください、設定、はい、僕も大好きアンビエント、はいはいはい、こんな感じでついております。はい、そしてエアコンの吹き出しもかっこいいじゃないですか。そうですね、はい、あれこれエアコンの吹き出しも光ってます。光ってます。光ってますね、はい、もちろんゲレンデなんか光らせたくて交換するのに。そうですね、はい、ゲレンデの場合はそうですね、はいはい、最初から光っております。そしてこの辺クライメート関係も、はい、おなじみという感じで質感も悪くないんですよね。悪くないですね、はい、もちろんその超高級車みたいな重厚感のある感じじゃないですけど、はい、全然悪くないです、はい、そしてここ大型のドリンクホルダーと、はい、小物入れ兼置くだけ充電もしっかりついていると、はい、そしておなじみの
これさっきちょっと下見の時でも話出たんですけど、やっぱり左ハンドルだったら利き手で、ね、いけますけどね、右手で操作できますけど、はい、まあ、左手操作なんで、はい、正直こう両方乗るとダイヤルってやっぱり使いやすかったなって、使いやすいですね、はい、つい最近ダイヤルの車乗ったんで思いました、はい、この辺でも慣れで、慣れですけどね、はい、ちょっとなかなか慣れるまでちょっと時間かかるのかなって感じはしますよね、まあ、あとは MBUX を使いましょう、はい、そういうことですね、はい、こんな感じになっております。そして、まあ、カメラ関係だったりとか、はいはい、あとこの辺もしっかりスプリングの、はい、形の調整なんかもこの辺についております。そして、はい、センターのここは、はい、割と深さもあって USB が Type-C にゲートついてます。そしてあとは足元ペダルレイアウトはあのごくごく自然です、はいはい、そんなに超広くはないですけど、あ、左足置くとこ広い、そう、左足置くところ結構これは広く取ってますね。これこのサイズの車だと結構半分しか置けないとか、はい、置けないとかありますね、あるじゃないですか、はい、もうこの僕のバカみたいにでかい足も、はい、そうなんですね、しっかり置けます、はい、こんな感じでなっております。そしてヘッドアップディスプレイもついてて、はいはい、ピラーがこのファブリックの黒いタイプ、はい、ルーフも黒いタイプ、はい、そしてバイザーはいつものこのビニールのやつですね、はいはい、なっております。そしてパノラマどうですか、ね、でかい、でかいんですよ、真ん中区切ってありますけどでかいですね、はい、でかいですね。でこれ全部電動ですよね、電動ですもちろん、はい、手動じゃなくて、はい、ちゃんと電動で、いいっすね、いいですよ、本当にしっかりついております。こんな感じでこんな感じになっております。じゃあ続いて後ろの席も見てみたいと思います、はい、やっぱりこう後ろこそこの GLA の、そうですね、サイズのいいところじゃないですか、はい、はい、どうだったか、ちょっとルーフも余裕を感じましたけど、ここの乗り込み、そうですね、ここ本当にこうまっすぐ切られてるので、ほぼほぼ乗り込みはそんなに問題ないです。高さも割と良さげっすよね。そうですね、ちょっとまあシートで気になるところが結構もう何ですか、平行になってるっていうかフラットなシートなので、なるほど、ちょっとこうロールとかした時の体の保持は難しいのかなっていう気はしますが、あの座り心地は全然あのやや肩ぐらいで沈み込む感じとかもなく、多分長距離乗ってもそんな疲れるようなシートではないと思います、はい、スペース的なものはいかがですか、はい、あの足元に関しまして、まずあのすごく膝の前は結構余裕あるですね、結構余裕ありますね。でちょっと乗ってみてびっくりで、逆にあの C クラス、セダンとかよりあるんじゃないかなぐらいな、ちょっと待ってください、僕が逆に詰めてる可能性があるんで再調整いたします、はい、まあこんなもんですね、ですよね、はい、むしろもうちょっと前でもいいぐらいです、全然広いですよ、はい、このぐらいでもいいぐらいです、はい、ちょっとびっくりな広さです、逆に、はい、もう C クラスより広いと思います。なるほど、はい、ルーフはいかがですか。ルーフも全然僕は171ぐらいなんですけど、まあ、ギリ拳1個分ぐらいの余裕はありますんで、まあ、ちょっと80の方だときついと思うんですけど、75ぐらいまでの方でしたらまあまあまあ気にならずに乗り込めるかなとは思います。あと装備的なものでいくとアームレスト、アームレストがあるのと、まあ、もちろんドリンクホルダーですね、はい、あとエアコンの吹き出し口 と、USB が、USB-C が1系統、なるほど、はい、という形になってます。使い勝手良さそうですね、だいぶ、そうですね、もう十分いいですね、後席も、はい、じゃあ続いてトランク見てみたいと思います、はい、トランク足で開くやつはあ、ついてるんですよ、はい、しかもパワーテールゲートじゃないですか、はい、もちろんでございます、めっちゃ装備いいですね、はい、そしてトランクはもう十分以上の広さ、はい、これ435リッターということで、はい、あ、435?435、はい、もう十分な広さのトランクになっております。そしてシガーソケットとかその辺はついてないんですか。ついてないですね、はい、そしてこの下は、あ、下もあるんですか、はい、もちろんこちらも、え、だいぶ良くないですか、はい、なんかある程度のこう厚みのものまでは乗せられるかなと思います。パンク修理キットと、はい、はい、まあ、その辺ちょろちょろスピーカーとですね、はい、そしてあとはシートを倒すとマックス1430リッターということで424で倒せる感じですよね。はい、そうですね、はい、これカチャッとかなんないですね、これ倒したまんまっす、倒したまんまっす、はい、パタンとこう、あ、でもほぼフラットになるんで、はい、結構大型の荷物も入りそうな感じですね。ゴルフバッグ2つ、ゴルフバッグも全然こうボーンといけますね、全然余裕で入りそうですね、はい、これちょっと買い物とか、はい、もう3号だったら高速飛ばしてもいいし、そうですね、ちょっと遠出なんかも、はい、結構マルチにいろいろ使えそうな感じがしますね、はい、じゃあ続いてエンジンルーム見てみたいと思います、はい、はい、
あ、失礼しました。もうここもあのはい、お決まりですね。はい、あの説明不要かと思いますけれども、はい、M260 エンジン、はい、馬力の方が306馬力、トルクの方が 40.8 キロということで、はい、スペック的なものでいくと0105.2秒、マックス250キロということで、はいはい、もう日本の公道では使い切れません。そうですね、はい、十分以上ということ で、はい、でもちろんその4号って上ありますけど、価格差結構でかいんですよね。ありますね、はい、200万円ぐらい価格差がありますね、はい、まあ、もちろんそのオプション足していくともっと縮まると思うんですけど、はい、まあ、ベースの価格差がそこはあるんで、はい、まあ、かなりここはアドバンテージじゃないかなと、はい、であとは、これに組み合わせるミッションの方が AMG スピードシフト発足 DCT ということで、はい、もう走りもあの本気を出せば、はい、もうくるっと走りができるという。そうですね、くるっと走りできますね、はい、そしてあとこの辺のエンジンでちょっと毎回いつもと一緒ですね、はい、あれなんで、はい、ちょっとあの僕少しだけ勉強しました。これがですね、エンジンのシリンダー、はいはい、結構今いろんなコーティングがされてて、はい、ちょっとこのなんていうんですか、フリクションのあれですかね。そう、フリクションをちょっとこう軽減したりとかってあるじゃないですか、はいはい、で AMG の43とか53のエンジンだとナノスライドって言って、はい、なんか溶車、はい、要は火花をこうバーって当てて、はい、表面をちょっと特殊加工して、はい、なんかその、まあ、潤滑油が残るようにしてるのか分からないですけど、はい、なんか F1 の技術らしいんですけど、ちょっとフリクションロスをあのなくす技術が使われたりするらしいんですけど、はい、このエンジンの場合だと、コニックシェイプ加工シリンダーもうよく分かんないですけどね、はい、っていう加工がされているらしいです、はい、それがシリンダーこうあるじゃないですか。あります、ね、シリンダーが もちろん測って分かるレベルじゃないですけど、はい、裾野に向かってこう広がってるらしいですよ。そうするとシリンダーが動いた時のこのフリクションが触れるじゃないですか、はい、それがこう逃がせるんで、もうでもそこの隙間はもうピストンリングでそうじゃないですか、やってるってことですよね、はい、だからその何ミリとかっていうその広さじゃないですけど、はいはい、もう下に向かってちょっとだけこう広がってるってイメージですよね。じゃあそのコニックっていうのがなんかその広がるとか、なんかそういう意味なんですよね、はい、っていう加工がしてあるらしいです。だからもう分からないところでいろんなことをやられてるんですね、まあ、インジェクターもそうだし、はい、あと点火なんかもマルチになってて、はい、すごくいろんな技術が詰め込まれてるエンジンなんですよね、はいはい、リッターあったら150馬力出てるんで、はい、もう昔で言ったらそうです、ね、リッター100馬力って言ったらすげえなって感じだったんですけど、普通2リッターだったら150馬力ぐらいですもんね、はい、あの45に至ってもっと出てますから、そうですね、まあ、いろんな技術が詰め込まれてるってことです。続いて点灯周り見てみたいと思います。お願いします。続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。参りましょう。はい、伊藤さんびっくりした。んシートベースするじゃないですか、はい、引いてくれるんです。あ、これ引くんですか。引いてくれるんです。知らなかったもう至れり尽くせり、はい、え、ハンドル軽、あれこんなに軽いじゃん。軽いです、軽いですね。こうショールームからなかなか出ながら行くことないですからね。回しやす。あれ3号ってこんなハンドル軽かったでしたっけ。3号意外と軽いっすよ。あ、つい昨日乗ったのが X3 っていうのもあるかもしれない。あ、BM もでも最近結構軽くなった。軽くないですか X3 って、うん、昔のあの BM よりだいぶ軽くなってますけど、はい、それよりなんか軽い気がします。軽い気がします。乗りやすちょっと待ってください。4号3号ちょっと久しぶりなんで感覚を完全に忘れております。私ちょっと多分 A とまた違うと思うんですよね。なんだろう、タイヤが違うからですかね。タイヤ違うのもあると思います。これ普通の A クラスと全然違いますね。違いますよね。そう、違うんですよ。なんかもうもちろんそのスポーティーさはすごく、はい、なくなってます、はい、なくなってるというか、はい、なんて言うべきかな。普通のハッチバックの A クラスの方がスポーティーですもん。スポーティーですね、はい、そうですね、はい、でもちろんその視界視線も高いのもあるし、はい、タイヤも厚みがあるのもあるんですけど、はい、なんかすごくマイルド。マイルドですね、はい、あと音が若干中でも聞いたんですけど
ちょっとあれ静かになってません？気のせいかな。なんていうんですかね、やっぱり A と比べるとちょっと静かなのかな、まあ、音質はまあ変わんないんですけど、はい、あとは中、外は静かない、中結構うるさいですね。中結構聞こえてきますね、吸気の音と。これちょっと後ろもめっちゃ広いし、いや本当はあの使い勝手めちゃめちゃいい車だと思いますよ。いやちょっと A よりいいかもしれない。そうですね、 A よりは多分もう本当にいいと思います。あとスタイリング的なところでいくと、はい、もうちょっとだけ車高高かった方がいいかな。そうですね、はい、ちょっとこう SUV 感を出したいんだったらもう少し高い方がいいですね、はい、ちょっとあの仙台のオールロード的なちょっと雰囲気をわずかに感じます、はい、若干そうですね、はい、うわすえちょっと待って、スポーツプラスにしてたのもあるんですけど、めっちゃ速いですよ。あれ3号ってこんな感じでしたっけ。3号こんな感じですよ。やばい、完全にパニックになってる、はい、ちょっと待ってください。一回リセットしましょう。一回ちょっとリセットして、ちょっとコンフォートから、そうですね、コンフォートからいきましょうか。ちょっと今回試乗がグダグダになってますけど大丈夫です。ちょっとコンフォートから、コンフォートからいきたいと思います。視界がだいぶいいっすよ、やっぱり視線が高い、高いですよね。すごく楽です。すごく楽です。大事なことなんで2回言いました。いやなんかスポーツポジションで、はい、こう何ですか、適度に片足回りとかって、はいはい、なんかちょっとやる気にさせる感じですけど、はい、言ったらもう何すかミニバンとは言わないですけど、はい、そのぐらいのなんかこう背筋がしっかり伸びて、そう、視界っていうか視線も高くて、はいはい、けどなんか触ってるものとか、はい、乗り味とか、はいはい、まあ、多少マイルドになってても、はい、しっかりこうなんか AMG3 号4号、そうですね、なんかそれをすごく感じさせる、はい、ね、はい、本来だったらもっと全然低い視点で、はい、そうですね、感じるものがなりますよね、はい、すごく高い視点で、しかも視野もめっちゃ広く、はい、これいいっすね。しかもコンフォートだったら全然、アクセルの付きも、もうすごくマイルドですよね、はい、マイルドで乗りやすい。びっくりした。で安全装備はフル装備ですもんね。フル装備です。来ましたね、スポーツプラス、はい、ちょっとスポーツプラスしましょう。だってカメラ関係ももうフルでついてるし、はいはい、いいなぁ。カメラも綺麗になりましたよね、はい、めっちゃ綺麗です。タブレットとかと変わんないですよ。変わんないですよね、はい、でこの辺の運転支援系も全部ついてて、はい、いやだいぶ違いますね。そうですね、ちょっとアクセルの付きがだいぶ変わりますよ、ね、これいいかもしれない。で、速度の看板読むやつもついてるし、ついてますね、はい、はい、ヘッドアップディスプレイもめっちゃ見やすいし、これはいいですね。なんだろうな、ちょっと何回も同じ系の車乗せていただく機会がありがたいことにあるじゃないですか、はいはいはい、ありますね。あの4号シリーズもいろいろ乗せてもらったし、はい、3号シリーズもいろいろ乗せてもらったんですけど、はい、その時の僕のコンディションなのか、それとも前後に乗った車の、はい、影響なのか、感じ方がだいぶ確かにだいぶ違います。確かにツッチ難しいよね、いろいろ乗りすぎてて、乗りすぎててね、ちょっとバグってますと思う、はい。いやちょっといいな、はい、ちょっと全然レビューしてないですね。ブレーキはめちゃ効きます、はい、はい、そうですね、めちゃ効きます。ただなんていうんですかね、 BM 純正みたいな、はい、こうちょっと最初の初期制度が結構強めな感じじゃなくて、はい、割とこうニュートラルにこうグーッとこう感じの、はいはい、でちゃんと奥踏み応えがあるブレーキです。でステアリングはさっきも言った通り軽いし、タイヤの厚みがあるからか、少しこうめちゃめちゃリニアな感じじゃないですけど、じゃないですね、ちょっとこう、はい、ちゃんと味付けはスポーティーになってます、なってますね、はい、はい、適度にこうステアリングに来るし、はい、ちゃんとこう回し応えというかある。特に本当にごく最近レンジも乗せてもらったんで、あ、レンジもなんかハンドルぬるぬるじゃないですか。ぬるぬるですね。そうです。ぬるぬるって表現いいのか分かんないですけど、確かに、はい、
すごくなんかこう、なんていうんですか、なんていうかスムーズなハンドルじゃないですかね、はいはい、とかってそこからすると絶妙なところに味付けされているなっていう。あとはシートがちょっと正直レビューすると僕はこれちょっと長時間きついかもしれないです。そうなんですよね、ちょっとやっぱり硬さをどうしても感じますね、感じちゃいますよね、うん、で調整自体もそんなに細かく調整できるわけじゃないんで、はい、そうですね、ランバーサポートとかでもうちょっとこう先生ランバーがついてれば背中がこうシューってこう盛り上げたり、あ、そうですね、できますけどね、はい、それ固定なんて、いいな、ちょっとじゃあこれのダッシュ力をちょっと確認しますよ。いつものポイントできましたんで、いいですか、どうぞ。早い早いし、なんか結構変わった音しますね。変わった音です。3号ってこんな音でしたっけ。え、前乗った3号こんな音じゃなかったですよね。こんなじゃないです、こんなじゃないです。なんかちょっと音違いますね。穏やかな時はハッチバックの A35 この音じゃなかったっすね。こんな音じゃなかったと思います。このシフトの手前のこの一瞬音がこもる音が、こもるのありますね、はい、早い早いですね。しかもこれ燃費めっちゃいいんですよね。燃費いいですよ、はい、いいですよね。なんかいよいよすごい時代じゃないですか。そうですね、全部この辺もついてて、アシスト、レーンキープ、ブラインドもついてて、レーンチェンジです。本当すごいですよね、今フル装備、フル装備です。いいっすね。トラックです。じゃあ、はい、オンにできないでしょこれ、はい、富士スピードウェイで、はい、ボンド大宮ウェイ出てこない。出ないですね。本当ですか。ちょっと登録しとかないとダメですね、はい、ボンド大宮スピードウェイ試乗コースちょっと登録しといてもらっていいですか。いいなこれ、ちょっとあれ足回りと、これ電子制御の足回りなんですか。これあれですよ、はい、そうです。あ、そっか、だいぶ硬くなりますね。硬くなりますね、スポーツクラスまで行くと、はい、だから足回り硬くして、はい、モードスポーツプラスにしておいて MG ダイナミック、はい、確かにちょっと2リッターらしかなる音って言えばらしかなる音ですね。そうですね、特に今あれなんですか、あの新車が、はい、あのまあ、もちろんその滞ってない車種もあるんですけど、はい、なんか機能が省かれたりとかが結構。あ、そうですそうです、例えばなんですけどシートヒーターついてこないよとか、パーテールゲートがないよとか、ないよとか、あとは、まあこの置くだけ充電の機能がなくなるよとか、はい、あ、見たいですね。あと、まあ、AMG でいうともうこのスイッチ、はいはい、がその燃式とかによってもついてないとか。そうなんですか、はい、結構それついてるついてないっていうのも結構大きくて、やっぱこれ手元に操作がないとちょっと面倒くさいんですよね。確かに確かに、はい、置くだけ充電は100歩譲って、はい、まあ、いいとして、いや、いいですね、はい、パワーテールゲートとかこのモード切り替えのスイッチが本来の場所にないっていうのは、そうですね、ちょっとショックっすね、はい、まあ、あとはその各メーカーさんによってちょっとその辺がこう違かったりしてて、はい、例えばまあ正直やっぱりちょっと、まあ、こういう言い方ダメですけど A クラスとか B クラスとか下のクラスはつけられないけどその分上のクラスにつけるとか、なるほど、やっぱどうしてもどのメーカーさんもそうなっちゃってるのかなっていうところはありますよね、はいはいはい、じゃあなおさら今は程度のいい中古車とか装備のいい中古車っていうのは狙い目なんですか、はい、そうですね、正直うちGLB 一時期多かったんですけど、多かったですね、やっぱ本当に年代でもうそのステアリングのスイッチ、はいはい、がついてるのついてないのが混在してるんですよ今、はい、やっぱりそこでついてる方の方がまあ後々例えば手放す時も、まあ、プラスになるでしょうし、はい、なるほど、今回の車は全部ついてますからね。そうですね、全部好きですね、即納で、即納で、はい、はい、いいっすね。ステアリングを今スポーツプラスで
そうですね、めちゃめちゃリニアかっていうとそうじゃないですか。そうじゃないですよね、はい、やっぱこうすごく動かした後にこう動いてる感じしますね。あとちょっとタイヤの厚みに結構影響してるなっていうのは感じますね。ステアリングフィールとこの乗り心地と。ただ自分で所有するんだったらもうちょっとなんか官能的というか、はい、もうちょっと走って楽しい車が、はい、いいかなと思ってるんですよ僕、はい、ただあのやっぱり駐車場の関係もあるんで、はい、2台は止められないんですよね、うち、はいはいはい、1台で全部済ませないといけないんですよ、はい、だから結構要求が高くて、はい、大きすぎない、はい、まあ、あとはカミさんも乗れる、はい、荷物も乗せられる、はい、で僕が乗って楽しいっていう、はい、もう完璧ですねあ、これだったっすね、そう、これですね、あ、これだったかでよくもうちょっと走りをちょっと、はい、そうですね、なかなかその皆さんのご要望をこう全部叶えるとなると限られてきますから ね、 ね、でも今どんどんダウンサイジングしてって、はい、エンジンはちっちゃくなるわ、はい、ですからね、まあ、さっきもあのカメラマンと C クラスの話してましたけど、はい、やっぱ今楽しいエンジン、いや今最後なんですよ、いやいや、もう本当そうなんで、もうこれからちょっと、まあ、そう変わっていくよっていう車は上がる可能性もありますんで、もし欲しかったら本当早め早めに動いていただいた方が程度いいお車も見つかると思います、ね、いや今本当にその境の時期だと思うんですよ、はい、だ結構その何ですか、排ガスがどうとか環境性能がどうとかって、はい、そこに注目されがちなんですけど、はい、今騒音規制とか、はい、そうですね、の方がもっと今やばいですね、はい、だからゆくゆくなんかあの国産車とかでも、はい、某メーカーのハイブリッドセダンでもなんか騒音規制に引っかかっちゃうとか、いやそうなんですか、ちなみにクラウンハイブリッド、はいはい、それがフェーズ3に入ると引っかかるらしい、はい、引っかかる、あ、そうなんですか、でそういうこともあるぐらいなんで、はい、今軒並み欧州車も静かになってってるじゃないですか、そうですね、あのいやいや静かになってますよ ね、 以前と比べたら全然、あとセンサーがつきまくってマフラー交換とかできない、はいはい、できないって、はい、でそれも東京店で、はい、ポルシェのターボ S、はい、ターボ S、はい、新旧比較っていう動画撮らせてもらったんですけど、はい、あの単体で両方聞くと、はい、もうそんな違いないのかなと思ってたんですけど、はい、比べると99にめっちゃ静かになってる、そうなんだ、音質が確かに比べて聞くってことないですからね、あんまり、だからだんだんこうマイルドになってってんですよ、はい、これは、でそれが今後より加速する可能性もあるという、いやでも走りこれだいぶいいっすね、だいぶいいと思います、うん、もうちょっととか言ってすいませんでしたね、いえいえいえ、ねね、もうほら好みもありますからね、いいな、いいないいっすね、いいな、だいぶいい、広いし、ありがとうございます、いえいえ、ありがとうございました、じゃあ最後になりますけれども、はい、全部の視点で、はい、同じこと言ってますけど、あ、そうですね、はい、大宮店ももちろん買い取り強化中ということで、いやもう本当に強化中です、はい、特に最近あれですか、はい、新車がやっぱりこう、そうですね、新車がやっぱり納車されてない現状がありまして、中古車の方も、新車が来ないということで選ばれるお客さんもいらっしゃいますし、もともとからやっぱり中古車狙ってるお客さんもいらっしゃって、結局中古車の方の今人気が非常に高くなってますと。で、まあ、新しい年式のお車から、まあ、それこそちょっと前のお車まで幅広く本当に人気があるので、全体的に上がってるイメージはあるんですね、まあ、ちょっとお車にも寄ってくるところはあるんですけど、ですので本当にこう乗り換えを考えられている方ですとか、ただ単にもう車だけちょっと手放したいっていうことがあれば、ぜひご相談いただければ、もう車種問わずですよね、はい、もう車種問わず、もう本当国産でも何でももちろんいいので、はい、やりますので、はい、というわけで今回はメルセデス AMG GLA35 をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。